はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。今回は夏の同大会2回戦ですね。で、ごめん、どこだっけ、応援曲か。で、チームこのファンファーレって曲はさ、実際のところいつ流れるのかな。ファンファーレっていうぐらいだから勝利時とかでいいのかなと思って、まあ、勝利と試合前にも勝手に設定したんだけど、チャンステーマ曲なのかな。高校野球見ねえから分かんないんだよね。この曲なんかすごいかっちょよさげなね曲なんですけど、とりあえず今回はこれを流していこうかなと思います。昨日無音でちょっと寂しかったんでね。札幌西高校前評判 D 頑張っていきます。はい、何でしょう。あ、はいはい、ありがとう。前回1回目かのコメントで結構あったのが、難しい感じだね。そんな簡単には甲子園行ってどうのこうのできるような感じはなさそうだね。結構苦戦してるようなコメントが多くありましたね。頑張りましょう。あ、そうだ、試合前ちゃんと鳴ってくれんのかな。鳴ってくれればいいんだけど。一丸となって頂きを目指します。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側佐久、まあまあまあいいだろうこれで。拍手に送られて守りに散っていきました。お願いします。球に一心に思いを込めて間もなくプレイボールです。よし、勝っていくぞ。そんなに打率は良くないチームですな。バッターコロナド、マウンド上は菅沼。チェックしますか。投手データやりやすそう、まあ、左打者 B っていうのがねめんどくさそうだけど、基本能力はそんなんでもないんじゃない。みんな ただなあれなんだよな、能力以上にね苦戦するんだよね今作は。な、俺の印象ね、今のところ2試合しかやってないけど、あれっていうかこれなんか前回よりも弱いんじゃないか相手。急成長を使ってみましょう。天才がさらなる成長を遂げることができるか。よし、とりあえずヒット第9行ってこい。投げました、シュート見送ってストレート第2球投げました、もう外れてワンボールワンストライク。頑張れ。投げました、3球目空振り。やってもらいたいね。にしてもやっぱあの1回裏の裏のね投げました、テキスト位置が気になってしょうがないよね。カウントは2ボール2ストライク。さあ5球は5球目投げました、よし、オッケー、ナイバッチ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。球場攻めえな。コロスケパワー C あるから弾道2だけど、強振いってもよかったかもね。ノーアウト1塁、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、走力 D なんだよね。見とけよかったな、さっきちゃんと。キャッチャー岸君、あー守備力あるな、パッと投げそうだな。送球いい、肩 F、 投手データの菅沼君クイックいい、行ってみっか。あ、取る1か、やめとくか、溜めてやるよエンドラン。第9、一塁ランナー出た、打った、ヒットエンドラン、センター取られちゃう、取りました、惜しい、ボールは中継、これでワンアウト、惜しかったね、ランナーは一塁。5番桜、ここはなんとかしのきたい。ノーアウトランナー二塁という場面でバッターは1年生、2人、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。マウンド上ピッチャーは武藤、完全に外れた。そうだね、ファーストストライカー打ってこないっていうねコメントがあって、2球目空振り、本当だ、当たんないのか、打てないし打たれないっていうコメントがあったんだよね。だから打たせて取れ、軸にやっていくといいよっていうコメントがあって、
これでワンアウトランナーは二塁変わりません。どうなんだろうね、そこ知りたくてしょうがないよね。第9投げたカーバーストライク。本当今のところ全然、今のところね。第2球投げた打ったファール。投球はこれから3球目打ちました。いい当たりライト前クリーンヒット、ライトバックホーム来ました。いやでは、ね、そんなことね確かめてる余裕はね一切なんだ正直。いやなんかどうにもなりそうに気してくるんだけどな、してほしいけどな、どうにかしてほしい。投球これから2球目打ちました、スタンドに入りました、ファール。投球は3球目投げた打った、三遊間の上がり、二塁送る、二塁フォースアウト、よしうまい、スリーアウトチェンジ。今日2回目のさくらリードで迎える5回、ちょっと強振受けねえかな、球場狭いからビシッと当たれば投げた外角低め、ね、いきそうな気がするのよ、してるのよ。これは第2球、はっきりしたボール球、昨日のコメントでビータと PS4 を買うならどっちがいいと思いますかってコメントがあって、どういうことだ、ハープロ2016のビータ版と PS4 版ってことかな。ハープロ2016のビータと PS4 で迷ってるんだったらもう絶対に PS4、 あ絶対はつけれないな、どうしようかな、盛り上げる行こうか、3点あるしな、まずホームランはないと思うんだな。さくらここでとりあえずしっかりと守備してほしい。第9投げました、ストレートはビータだったらね外でできるしね、外行ってまでやるのか知らないけどさ、打ちました、アルボー第3球を投げました、打ちました、本体で迷ってんだったら分かんないです、俺ビータ持ってないんで。菅沼ナイスバッティングです。さくらなおもピンチが続きます。伊藤さん頑張ってくれ。第9投げました、外れた。ちょっと待って、二人の能力は足が速いだけか、あーなんかやだな、パワーいいの弾道さんってなんかこういう時すげえ怖えな。第2球投げました、打ちました、切れていきます、ファール、投げた低めによってストライク、ワンボール、まずね今ね三振取れる気が全くしてないから、追い込んで投げた、多分何をどうしたってバットに当たっちゃうでしょ、その時点で1点覚悟だよね。投げた打った、ファールの右、いいんじゃないか、よし、なおもピンチが、いや全然違う、ワンアウトがつくだけで全然違うよ。第9投げた、見送ってボール、武藤さん頑張って。第2球投げた、ストレート決まってストライク。第3球を投げました、アウトサイド直球はボール、カウンター2ボール1ストライク。第4球はおーっと取って取ってよ、よし、いい、1点やろ、1点やろ、しょうがない、しょうがない、いいよ、いいよ、いいよ、ツーアウトだ、これで。バッターは3年生、寺田、今日は三振と、ショートへの併殺だ。緩急かな、ちょっと待って、武藤さん、ごめんね、ぶっちゃけ自分のチームのエースのね、球種すら知らないから、カーブと縦スラね、OK、はい、緩急いこう。第9投げました、初球決まってストライク、カーブをうまいこと使って、さあ次の投球打ちました、アルボー、第3球を投げました、低めカーバー、三振2か、やっぱ三振取れる球が何もないもんね、引っ張った、うまい、一塁送る、頭から滑り込む、最高、坂部好プレーを見せました、スリーアウト、ツーアウト一塁、リードで迎える7回です、ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生片野、武藤さん出たの、片野くんはミート力がある、盗塁5、ちょっと待って無理でしょ、うまいの、ただあれでしょ、カードのレベルが高いだけでしょ、盗塁 D だもんね、なんだこの池と言わんばかりのこれは、
流しで何とか打ちましょう。打ちました。コロスキーに回そう。投げました。流し打ち。スタンドに入りました。ホームランでもいいぞ。これから3球目。打った。1、2塁間。よし。抜けた。ボールは中継。肩のいいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。確実にヒット。第9。もう肩越しにランナー見た。第2球。投げた。打ちました。岡野バック。外れた。ボール。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。第4球を投げた。打ちました。打球はダメだ。一塁送球。おあっと送球それた。あ、そうそう、コメントで来てたのがね、捕球が低いと本当にエラーするっていうコメントもあったね。さあ神保君、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。第9球ボール追加点。投げた。見送ってストライク。第3球を投げた。見送ってボール。カウントは2ボール1ストライク。投げました。決まってストライク。頑張れ。追い込んでから。なんとか。第5球。ああ。札幌。いやー、どうする、ピッチャーが変えねえぞ俺は。1塁という場面でバッターは2年生砂沼。第9球投げました。ボール。なんか向こうの応援曲すげえかっこいいんだけど。第2球ストレートはもうカウンター2ボール。第3球を投げました。決まってストライク。次が4球目。投げました。打ちました。1、2、うーわー、どうしましょうピッチャー。菅沼ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。いや、電で使うかしょうがないな。盛り上げるだな。あ、第9ストレートはもうワンアウトだから。投球これから2球目。外れた。ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。ストライク。よし、武藤さん頑張ってよ。第4球を投げた。ボール。カウントは3ボール1ストライク。やべ、全然入んない。第5球投げた。打った。引っ張った。レフトへ行った。取りました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。はい、スリーアウトチェンジ。ラッキー。最後はいい守りを見せてくれ。盛り上げる、やっといてよかった。さくらリードで迎える8回です。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生安永。よっしゃ、流し打ち行くぞ。バットコントロールを発揮するか。ちなみにランナー誰ですか。走れないね。よし、行こう。第9投げた。見送ってボール。精密機械を見せてもらいたいね。第2球投げた。インコースのボール左へ。期待できる。第3球を投げた。3球目空振り。バッター追い込まれました。もうね、1点、もう1点欲しいな。2点は怖いな。第4球は打ちました。落ちるんじゃないかな。レフト前進。あ、落ちないか。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。黄色い線、あ、ラッキーラッキー。これは使った。黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。ストライク来いよ。第9、一塁ランナー走った。打ちました。ヒットエンドラン。うわー、転がった場所が悪い。セカンドフォーサー、アウト、ゲッツー。結局2点差か。今日、さあいよいよ最終回。先頭バッターは岡野。どうしようかな。ピッチャー変えて助言をするか、もうこの時点で助言をかけちゃうかだよね。スタミナなくなりそうなのが怖いのさ。もう100球投げてんだよね。いや、行くか助言。多分スタミナ切れる間にアウトの一つ二つは取れると思うんだよね。投げました。決まったストライク。スタミナ切れないのが理想なんだけど。1球目ストライクから。ボール。カウントワンボールワンストライク。3番からってのが嫌だよね。投げました。とりあえずうちは裏の攻撃でよかった。よし、なんか難しそうな取り方したな。ランナーはありません。バッターはピッチャー菅沼。第9投げました。決まったストライク。頑張れ。
さあ次の投球、まあ、ここでさ武藤さんがさ完投してくれればエースっぽくなるよね。あっと引っ掛けた、ボテボテのショートゴロ、一塁へ送る、あっと送球それた、ショートのエラーが記録されます。バッターは1年生2人。さあここはゲッツー体勢を取ります。頑張れよ。ファーストランナーをちらっと見て投げました、外角高めボール、2球目も外していきます。投げたボール、うわ入らない。第4球を投げたストライク、このピッチャーだけ。さあ投球は5球目、内角低め外れてフォアボール、バッターは3年生平下。すごいもノリノリだもん。ピッチャー交代です。武藤降板、右の三好、最終回2点差でマウンドに上がります。第9投げた、シュートはボール、まずはアウトロー、完全頑張れ頑張って投げた、2球目ストライク、まだ負けたくないぞうちは。セカンドランナーちらっと見た、投げたボール、アウトローへ、これは完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、シュートはストライク。次は5球目、投げました、シュート、いやーナイスピッチ。今日元気のない寺田、第9ここでビシッと抑えたらもう完璧なるクローザーだよね。もうねすごいんだ、低めにビシビシとシュート、肩越しにランナー見た、2球目ストライク、逆にまっすぐ投げられないんじゃないかとそのぐらい完全に外れたボール、いやすごい、大きく外れました。カウント1ボール2ストライク、投げました、打った、坂部オッケー、投げろ、一塁送球、イエーイ、勝ちましたよ、2回戦突破です。2回戦を見事勝利しました、昨日のコメントでなんかブラバン盛り、ありがとうございました、ブラバン盛り上がるねとか、プロのオーケストラみたいとかそういうコメントあって、よかった買ってよかった買ってよかったわ、大したことねえよとかさ、そんなこと言われたら俺泣いちゃうもん、4戦したから泣いちゃう。いやーよかったよかった。あジンボ君ホームラン打ってんだね、みんなそれぞれがそれなりな活躍したんじゃないか。まあエラーはしゃねえ。いや武藤先輩よくやってくれました、本当にすごい、こういうピッチングしてくれればね楽だよね、やってる方は。勝ちましたね。いやー神保君留年しねえかな。コロスケをどこまで成長させられるかだよな。みおちゃんがいいわ、みおちゃんがいい。ちょっとスタミナなくてね、先発はリアルな話きついけどそこそこなりましたよ。あのさこれ使おうと思って、俺もこれ系のアイテムってまず使うことないから武藤さんに使うわ。いや待てよ、今一番評価高いの誰、3年生武藤さん行こうか、武藤さん行こう、行く、はい、微妙だね、なかなかの選手だな、注目しておこうか、か微妙だな、もう1試合2試合活躍してくれれば固いと思うんだけどね。せーのドン、よし、アブタミナミ、そっか須田くんがキャプテンだったんだな、全然知らなかったぞ俺は。もう七夕
迷うな。2年目以降だったら間違いなくもうこっち行くんだよね。これやり続けてきたけど、今までは今すげえこれが魅力的なんだよな。たかが知れてるでしょ、きっと。これやってもいや甲子園大会でしょでしょ、甲子園行って甲子園で優勝するためにやってるわけだからすっげえ迷うべ、すっげえ迷ってんだよね。ごめんね、パッと決めるやって話なんだよね、こういうのは。はい、こっち。どうだったんだろう、もうどうしようもないけどね、もうどうしようもないけども、よし終わりましょうか、終わりましょう。明日は、3回戦ですね、虻田南戦頑張ります。よし、じゃあ終わりましょう、終わります、バイバイ。